はい、今回はドランザーを作ってみました。はい、今回のドランザーは違うギミックにしてみました。ここは、はい、まずドライバーから。ドライバーはこういうクッションのようになっています。なので最初はこんな状態で、でドライバーに来た時に衝撃を抑えるために音が鳴ります。衝撃を抑えるものです。この伸び縮みします。はい、でこれあとドライバーのギミックが多いですけど、次は回ります。ここがはい、こうすると傾きます。こうすると回ります。ではこれも回してみましょう。スイッチボンゴシュッ。はい、止まりました。じゃあ今のは単体でしたので、前作ったシャドウリハルコンとバトルしてみたいと思います。ではまずこっちがバランスタイプなので、こっちからやります。スイッチをシュッシュッ。おお、シャドウリハルコン強いですね。この2つの羽で吹き飛ばしました。スピンフィニッシュです。ではもう一度スイッチをシュッシュッ。やります、もう一回。シュッ。やはり強いですね。では最後にもう一回やります。質問はシュッ。あ、今のは同点です。ではもう一回やります。シュッ。おお、こっちの方が強いですね。強い方はこっちなので、ぜひこっちの動画も見ていただけたらよろしくお願いします。はい、今回はドランザーを作ってみました。最後まで見てくれてありがとうございました。